ちょっと15分だけなんですけど配信しますね。こんばんは。眠い今日こそは絶対寝落ちせずにちゃんとお風呂入って寝るっていうのを頑張るんです危ない。今帰ってきたとこ、よかった間に合ってね。ついに明日は東京ライブでございます。皆さん早起きの人明日早起きの人ねえ楽しみ。ちょっとごめんな、ちょっとほんまに最近ほんまに寝落ちがひどくて、あ、はーいって結構おる。15分で終わるから配信、ちょっと配信が終わってから寝てくださいちょっとほんまにさやばくて最近なんかそうモバメでさ何回となく寝落ちについて喋ってんねんけど、ほんまにひどくて、なんかなんやろ、もう今日こそ寝落ちせずに行けましたって書いときながらその後寝落ちするとか、ごめんなさい。だから本当にちょっともうびっくり。しかもいつも起きる時間一緒なんです。5時台、5時とか5時半とかに起きて、ごめん本当にね。お話し会の申し込みとかもしてくださってありがとうございます。今日のお昼12時まででした。でも来週も多分あると思うので、その時に服を、そう服、今回はアンジュモードをちょっとメインにしようかなと思ってて、なんかリンヌのアイテムを使ってアンジュが思うコーデの日とかそういう感じでしようかなって思ってますでもなんか大阪の、大阪じゃない神戸かが、なんかハロウィンが近かったんよ。だからそのハロウィンに近いその神戸の握手会の時はちょっとハロウィンも近いってことでちょっとなんかできたらなとは思ってますお楽しみに。ちょっとアンジュモードも目標に、メインにお話し会の服をコーデをちょっと組んでいこうかなって思ってます今回。嬉しい、私服大好きだからって楽しみですか皆さんそうなんか結構みんなにもうなんかそう寝落ちするっていう話を聞いて、ちょっと申し訳ないほんまに、ちょっとほんまにこのループから抜け出さないとと思って、ちょっと今日は頑張って抜け出そうと思ってます。今日こそは本当にちゃんと寝たいほんまにちょっともう頑張る。今日こそは神戸で初めて行かせてお待ちしてます言ってますね。もうほんまにお風呂も入らずに寝ちゃうんです最近。でもちゃんと入ってますよ、その起きてからは。ほんまにびっくり、なんか座って寝てたりとかなんか分からへんねん、もう記憶がなくて気づいたら寝てた。もう今日こそは頑張る、ほんまに頑張る、起きる、起きお風呂入ってしっかりベッドで寝る楽しみやね。天気がさ意外とずれてきてるじゃないですか。もともと雨予報やったけど、そう、うわさくちゃんや、やっほーごきげんよう。疲れね、だから多分取れてないのよね、そう寝落ちしてるからそう明日東京ライブ
皆さん頑張って早起き。ちょっとアンジも頑張るわ頑張って。15分経ったら終わりますんで配信。今回そうだからスプラッシュさ、雨の影響でさ、もう濡れてるやんって思うかなと思ったけど、意外と晴れそうで良かったです。ね、よかった。配信で、うわ嬉しい。ね、暑いらしいな明日。ねえ本当に。そう、全席スプラッシュありえるなと思ったけど、ちょっとずれることを願ってそう、あのマイティがね晴れ女なんです。んでワカニャンが雨女で、そうこの前対立しててそうなんか大丈夫、マイがおるから大丈夫ってマイティはずっと言っててね、なんかワカニャンがごめんなーって、私がおるからみたいなこと言うよって。なんかでもバカナが引いたわ今回はみたいなこと言って、なんかあれ雨を降らす日付を変えたみたいな話をしててめっちゃ面白かった。この前対立してました。雨降りませんように。ねえほんまにちょっと頑張って晴れてほしいな。うわー嬉しい、綺麗なターンって。結構晴れ女おる。ちょっとなんか昔もアンジュ晴れ女やったんよ。なんか日に日に晴れ女じゃなくなってきてる気がして、分からへん分からんけど、雨が降らないことを願って楽しみましょう皆さんそう今回はタオルを、タオルを持っててくださるとすごく楽しめると思いますいやグッズね、今回東京のグッズを発表されてましたけど、タオルが一番必須かも。いやペンライトも大事ですよ。そうペンライトも大事だけど、タオル、グッズのタオルを持ってるとより楽しみが増えるんじゃないかなって思います。なのでどのグッズが一番おすすめって言われたらタオルですでも結構もうゲットしてるっていう方が結構いらっしゃって、タオル大事。しかも今回珍しく、あ珍しくというか前もあったか、 T シャツも黒やったな。うん、でも嬉しい。なんかそう2年前にも私東京のライブ出させていただいて、その時のやっぱ野外の夜の空っての中にペンライトの光が照らされてるのって、ほんまにステージ上から見たらめっちゃ綺麗で、そうめっちゃ綺麗んですそうしかも今回は声出しも OK だから、もう皆さんもすっごく叫んでほしいなと思うんですけどそう本当にめっちゃ綺麗なんですペンライト、ほんまにほんまに綺麗。野外ほんまにいい。あとカメ子も漏れるなんかこんなこと言っていいか分からんけど、本当に漏れるんです写真、カメ子さんなので、ちょっときっと綺麗に撮ってくださるとそうそうカメ子漏れるんですでも本当に濡れないようにだけなんかそう対策を皆さん取っていただいて、うちわとかもなんかカバーあるらしいから、うちわ用のとか
カメラ、カメコの方とかもちょっとカメラを大事にしていただいて、雨対策を一応の一応の一応でしててくださると。降らないことを願ってるんですけどね。あと水分補給大事、ほんまに野外やし暑いと思うから、やっぱりライブやし、だからちょっと本当にお水持ってる方がいいですそう、みんなで体調とかも対策もして楽しみましょうライブをねえ、確かに楽しみ、ほんまに楽しみ。あ、塩分も大事ってよく言うような、塩分、糖分、塩分、塩分か分からんけど、ちょっと足りひんが、足りるかな、スプラッシュの水。いや、やめた方がいい、ちゃんと用意して楽しみましょう皆さんね。うわー嬉しいね。今回周年のコンサート終わりに結構早めにオンラインがもうあったので、すぐ感想をお聞きできることが嬉しいです。イベントもお待ちしてますまた申し込みがあると思うので、その時はまた言いますね SNS で。ごきげんよう、こんにちは、こんばんは。ねえ、確かにそう、なんかつるってよく言うような、大事です。明日ライブかなんか実感がなくてうわ、あと1分ぐらいや、よいしょ、楽しみに、楽しみましょうあと30秒ぐらいで配信終わるので、あ、ランキング読んでからやけどね、え、楽しみ。皆さん寝てください、しっかりありがとうございます、うん、ありがとう、楽しみましょうねあ、ちなみにペンライトオレンジと紫ですオレンジと紫見えたらすぐ見るわ楽しみやな。じゃあ、じゃあちょっとそろそろランキングを読んでいきたいと思います。13位の方から、13位の方、カズさんありがとうございます。12位の方、ポニーさんありがとうございます。11位の方、カッチさんありがとうございます。10位の方、リサありがとう。9位の方、しんちゃんありがとうございます。晴れますように、本当にございます。3位の方、カズマユーゲさん、カズマユーゲさんありがとう。 This is 楽しみ、あ、これ楽しみやね楽しみましょうね、ありがとうございます、カズマユーゲさん。2位の方、カマカリさん、晴れますように、ほんまに晴れますように願っときます、ありがとう、カマカリさん。そして1位の方、ただのおじいちゃんありがとう、ただのおじいちゃん1位でした
今日こそは寝落ちしないように頑張ります。ありがとう、皆さんゆっくり寝てくださいね。楽しい一日にしましょうね。では配信終わります。ありがとうございました。みんな寝てな、おやすみ、グッドナイト、バイ。